こんにちは皆さん、オンファイアジャパンのジェフです。今週の励ましのビデオです。この世界の人が直面している問題のすべての解決はあなたにあることをご存知ですか？体の病気であっても、罪の問題であっても、心の束縛であっても、人間関係また経済的な問題であっても、精霊にあってその解決はあなたのうちにあります。あなたはこの病んでいる世界に神の救い、癒し、解放、和解をもたらす器として選ばれました。イエスのところに来て癒しや解放を求めた人は、みんなその癒しや解放を手に入れました。イエスは一人も断りませんでした。そしてイエスと同じ働きをするように私たちを任命されました。マタイ 10-8、 有名な箇所ですが、病人を癒し、死人を生き返らせ、爪痕に起こされたものを清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。私たちは癒されて、解放されて、救われました。だからこそ、今度は私たちが出て行って、救い、癒しと解放を周りの人々へ流し出していくのです。今週のチャレンジです。周りの人々、家族の人、会社の人、学校の人、近所の人、その人に超自然的に使える道を探してください。週からそのチャンスが与えられるように祈ってください。今はクリスマスのシーズンですね。多くのノンクリスチャンは教会のイベントに来ます。その時、聖霊の賜物を通して使える機会を探してください。つまり、病気のために癒しを祈ること。また、予言的に励ましの言葉をかけることかもしれません。経済的な問題のために奇跡を求めることかもしれません。私たちの、福音は言葉だけではなく力だからですね。具体的なポイントですが、できるだけ自然にその場でその人のために祈ってあげてください。そして神様の素晴らしい解決が与えられることを期待していってください。何よりも私たちは、私たちの素晴らしい神様の愛をその人に表していきましょう。最後に一つの歌詞を分かち合います。夏の間に大阪のあるモスバーグの、店長の奥さんが私の友達の教会の英会話のクラスに通いました。その奥さんは今の不景気と店の売り上げのことで悩んでいることを英語の、その先生に分かち合いました。その先生はその場で彼女のために祈りました。そして次の日から店の売り上げが突然良くなりました。そのことによって奥さんは教会の小グループに来て御言葉のメッセージを聞いて救われました。一週間後、また娘さんも救われました。この英語の先生は見た目にあって自分の中には人の問題のための解決があると信じたことから一歩踏み出した時に全てが始まりました。皆さんも主にある大胆さを持って素晴らしいことを期待して踏み出してみてください。またその証をOnFireJapanにぜひ教えてください。